さあ11時30分試合開始が予定されていたんですが、少し早めにゲームが始まったようです。打ち上げました。レフトがずっとファールグラウンドっていって、ブルペンのところ少しグラウンドが高くなっているところでありますが、レフトの角田がずっと追っていって取りました。バッターボックスは2番の野口陸斗を迎えています。左バッターボックスです。フラフラッと上がった当たり、レフトが少し前進してきて掴みました。角田がここもしっかりとプレーをしました。野口もレフトフライに打ち取られます。2アウトランナーなしとなりました。バッターボックス、左バッターボックス、荒川が続きます。左バッターが続きます。聖パロ学園です。マウンド上の大西はこの外に曲がっていく、いわゆるクロスファイヤー、この変化球に非常に自信を持っているようですね。この変化球を多く投げ込んできています。キャッチャーまた外、変化球打ちました。ボテボテ、セカンドゴロ。セカンドの山本からファーストの小林に渡ってスリーアウト。1回の裏、片倉高校、左バッターボックス、根津が入ります。ちょっとまずは初球、村上の投球すっぽ抜ける感じになりました。さあこの根津は非常に思い切りのいいバッティングが持ち味の選手ですので、まずは切り込み隊長として塁に出ることができるかどうか。変化球、ゆっくりとしたボールを投げ込んでいきます。まあ、ここのところ片倉高校はめきめきと力を上げてきていまして、一番これまで西東京大会で良かった成績はベスト4というのがあります。かなりこの片倉高校に行って野球をやりたいという中学生が増えてきたんだそうです。打ち上げました。センター落下点ほぼ定位置、掴みました。荒川掴んで先頭バッターの根津をまずは打ち取りました。ワンアウトランナーなしです。バッターボックス2番の中川を迎えます。試合が始まる前にはグラウンドキーパーの皆さん、大会関係者の皆さん、さらに聖パウロ学園、片倉高校のそれぞれベンチ入りできない選手がグラウンドに出てグラウンド整備を手伝って、仲間たちがいいプレーができるように、いろいろとプレーをできるようにいろいろグラウンド整備をしてくれました。さあ中川が倒れて、こちらも簡単に2アウトを取られました。2アウトランナーなし。バッターボックスは3番の松永を迎えました。関春人さんが記録員としてベンチ入りをします。サード新妻からファーストの進路に渡って、これで3アウト。1回の攻撃は両チームとも三者凡退、無得点に終わっています。2回の裏の片倉高校の攻撃が始まろうとしています。この回は4番のセンターの清水からの攻撃が始まります。清水も左バッターボックスに入ります。まあ、片倉高校といいますと、この野球部が非常にそういった形で力をつけてきました。まあ、その他に吹奏楽部が非常に有名ですね。打ち上げた、これはどうか、ライトの頭上を越えていってフェンスまで到達しました。両チームを通じて初めてのヒット。バッターランナー一塁を蹴って二塁へ戻ってきて、ボールが戻ってきた形はできない、ツーベースヒット。ここはさすがに4番バッターの力を見せつけました。リプレイご覧いただきましょう。ちょっと外にボールが出ていくような感じになりましたが、そこをうまくバット振り抜きました。ライトの藤原の頭上を越えていきました。両チームを通じてこれが初めてのヒットになります。先頭バッターの清水がツーベースヒットで出塁。さあバッターボックスは有村を迎えます。有村がピッチャーが取って、セカンドがベースカバー、一塁はアウト、送りバントは成功、ランナーは三塁へ進んでいます。キャッチャー飛び出して、スクイズしてきた、外された、三塁ランナー飛び出している、三本間挟まれた、ここはバッテリーが読んでいた、タッチアウト、スクイズ失敗、ここはバッテリーがしっかりと読んでいました。小林にスクイズをさせてきました。宮本監督でありましたが、ここは村上と草野のバッテリーがしっかりと読んでいて外しました。ツーアウトランナーなしになります。キャッチャー外、ライトの前突っ込んだが後ろにこいつ、これを見てバッターランナー一塁を蹴って二塁へ、ボールはまだ外野を点々としている、さらに二塁を蹴って三塁へ向かった、今がいやライトが追いついた、そして三塁を回ったところで止まった、ちょっと飛び出してる、大丈夫か、ボールは戻ってこない、小林が三塁を回ろうかという勢いだったんですが、三塁コーチャーの小田地がもう止めました。ご覧いただきましょう、高めのちょっと甘い球、ただバットの先だったかなという感じはあるんですが、
ライト、ここはですね藤原が突っ込んできたんですがわずかに及ばず、スクイズは失敗してしまった小林でありますが、見事なそれを帳消しするようなスリーベースヒットを放ちました。ツーアウトランナー三塁、バッター角田。さあ村上がここは踏ん張れるかどうかというところです。外野右中間に飛んでいってセンターが落下点、掴みました。センターフライに倒れました角田であります。7回の裏の片倉高校の攻撃が始まろうとしています。さあキャプテンの松永からの攻撃です。さあまずは先陣を切ってノーアウトでランナーとして出ることができるかどうか。打ち上げてしまった、レフト前進してきて前進してきて前進してきて掴んだ。さあそして清水を迎えます。今日は清水は1打席目にツーベースヒット。ファーストの横、今日清水これが2本目のヒット。ワンアウトからランナーが出ました。さあそして有村を迎えます。背番号15番をつけています、2年生です。ピッチャーから一塁へ、一塁ランナーはセカンドへ進んでいます。ツーアウトランナーが二塁となりました。そして今日1打席目ではスリーベースヒットを放っています小林です。 この回もツーアウトランナー二塁の片倉高校、初球を打ってレフトの前に落ちた、そして二塁ランナーは三塁を回ったところで止まりました。ツーアウトランナーが一塁三塁となります。片倉高校は代打が登場します。セカンド正面、あーとボールをこぼしたが一塁どうだ、一塁間に合うか、一塁はアウト。さあ8回の聖パウロ学園の攻撃から始まります。この回先頭バッターは新妻です。打ち上げたセカンド、よくここは掴みました。いや片倉高校はこのセカンドの山本くんが結構あれですね、頑張ってますね、ハッスルしています。バッターボックス井出です。ピッチャーの足元をよく取った、ダイレクトで取ったようであります。ピッチャーライナー、簡単に聖パウロ学園は新妻井出と打ち取られました。ツーアウトランナーなしです。初球打ち上げた、レフト下がっていって下がっていって下がっていってどうだ、入ったー、ホームラン、村上の一発が飛び出した、お見事、均衡破れました。まだここまで内野安打1本だけだった聖パウロ学園、なんと8番ピッチャー村上がレフトスタンドファールのこのホールギリギリのところに打ち込みました。さあ1点を先制しました。バッターボックス佐野、レフトファールグラウンド追っていって掴みました、宮地が掴みました。これで3アウト。さあ残すイニングは9回の表裏の攻防ということになります。この時間雨が強くなってきましたので、ピッチャーとしては非常に投げづらいというのがあるのかもしれません。さあ9回の表深沢からの攻撃、ダニオク1番からです。初球を打った、これはどうか、レフトの前に落ちました、ヒット。聖パウロ学園これが3本目のヒットということになります。今日は野口は外野フライ2つにセカンドゴロが1つ、まあ、グラウンドキーパーの方、大会関係者、そして最後はベンチ入り以外のスタンドから声援をしている野球部員たちもグラウンド整備に加わりました。面白いぞこれは、ピッチャー取って一塁送ったが一塁、これが悪送球になった。さあボールは手につかないぞ、手につかないぞ、ファルグラウンドを転々としている、ランナーは三塁を回って今一気にホームイン、そしてバッターランナーは二塁を回ってさらに三塁へ、その三塁へのボールが回ってボードになったが三塁ストップ。
片倉高校痛い守備のミスが出ました。いやー今これよくピッチャーがねこのぬかるんだ中で取ったかと思われたんですが、一塁への悪送球、そのボールがファールグラウンドを点々としました。その間にさあそしてこれはアウトです。ワンアウトランナー三塁のまま、さあ2対0と聖パウロ学園がリードを広げました。キャッチャー外、ライト下がっていって、これはどうだ、ホームラン、ツーランホームランが飛び出しました。ホームランが飛び出しまして、これで4対0。さあリプレイご覧いただきましょう。もう鋭い振り出しを見せましたよね。一気にこれがライトスタンドに飛び込みました。新野の当たり、ここはさすがに4番の意地というところでありますよ。さあ片倉高校はピッチャーが変わります。背番号11番をつけています田中優斗がマウンドに上りました。左ピッチャーです、藤原です。変化球、最後ストライク、いいコースにこれは決まった。そして新妻を迎えます。雨は強く降ったり弱く降ったりの繰り返し、また今よくなりました。おっとデッドボールです。バッターは井出、セカンド抜かれた、ライト前ヒット、さあ繋がります聖パウロ学園。そしてここでさあ打順が回りますのは、前の回にホームランを放っている村上、右バッターボックス。サードがっちり取って一塁へ、ちょっと低めに行ってボールを前にこぼしたが、しっかりここは最後はミットの中に収めたという判定であります。しかし聖パウロ学園9回の表、相手のミス、そして新野のホームランが飛びまして3点を追加しました。片倉高校、さあ最後9回の裏、ここの攻撃に向かうわけであります。さあ2番の中川からの攻撃、まずは出塁したい中川であります。ストライク、いいコースに決まった、見逃し三振。バッターは松永です。クリーンナップに回ります。ボテボテの当たり、セカンドが取ります。一塁に送る、セカンド深沢からファーストの新野に送られて、これでツーアウト。さあツーアウトランナーなしです。9回の裏、追い込まれました片倉高校。なんとか塁に出たいバッター、4番バッターの清水、今日1打席目ツーベースヒット。さあこの試合追い詰められました。ツーアウトランナーなし、9回裏、引っ張ったがこれはファール。判定はボール。さあツーアウトからランナーが出ました。有村を迎えます。有村はまだ今日はヒットはありません。明るく日差しが見えてきているんですが、球場の中はご覧の通り、初球ファースト取って自らベースを踏みました。スリーアウト、試合終了。聖パウロ学園が4対0片倉高校を破って2回戦進出を決めました。